クロアチア領の島の地図アドリア海のクロアチア領海には718の島と389の小島、それに78の省があり、アドリア海最大、地中海全域でもギリシャ群島に次いで2番目に大きいクロアチア群島をなしている。これら718島の中でカズト以上が住む有人島は48に過ぎない。村落の有無をもとに67島とする資料もあるが、このうち19島はクロアチア島諸部で目下進行中の人口減少の結果、常住人口をすでに失っている。クロアチアの島々には遅くとも古代ギリシア時代には人類が定住していた。例えばフバル島では前3500年から前2500年までに人々が住み着き、シラクサのディオニュシウス一世は前4世紀、フバル島とビス島に植民都市を建てている。島諸部の総人口は1921年にピークの173,503人に達したが、それから低減し、1981年までに1850年代以前の水準に落ち込んだ。この傾向は1990年代に少し持ち直し、2001年国勢調査の人口は 122,418 人と、1991年の 119,53 人から回復した。島諸部の基幹産業は農業、漁業、観光業である。農業は主にブドウとオリーブが栽培される。地元経済は比較的低開発で生活費も本土に比べ 10% から 30% 高いことからクロアチア政府は橋の通行無料化や島民向けフェリー切符の値下げ、ないし無料化を含む景気刺激策を盛り込んだ島諸法を通じ様々な支援や保護を行っている。フバル島の港町フバルブラチ島の海岸線、コルナティ群島、ムリエト島の森林と、コショーラブ島のラブ旧市街ビス島のブドウ園。ありがとうございます。